ボードに乗って水上を進むスポーツ、サップ。比較的波が穏やかな唐津の海では、初心者でも絶景が楽しめるとあって、近年人気が高まっています。どうすか？めっちゃ楽しいっす。海に乗る感じが楽しいです。そんなサップを楽しんでいるのは地元の高校生。でもただ遊んでいるわけではありません。高校生たちがボードに乗って向かっているのは、岸から1キロほど離れた鳥島、いわゆる無人島です。その目的が、ゴミ拾いをしたいと思います、はい、で、燃えるゴミ燃えないゴミ分担してグループに分かれてやりたいと思います。そう、無人島での清掃活動。実はこれ、地元の高校生たちによるクリーンアップイベントなんです。ペットボトルとかプラスチック類のゴミが多いですね。あの、これですよ、これですよ、もう小さい。これがもっと砕けてマイクロプラスチックとかになったりするじゃないですか。だから目に見えるゴミだけじゃなくて、もうちょっと小さい、注意しないと見つけれないゴミも丁寧に拾っていかないといけないのかなと思います。唐津商業高校に通う市丸真希さん、今年7月、市内の高校生4人とともにボランティア団体リアクトを立ち上げました。西之浜は鳥島に守られているので比較的綺麗なんですけど、鳥島の存在とか汚さとかに気づく人がなかなかいないので、なんか鳥島を救いたいというか、なんかもっと綺麗にしたいなと思ってやりました。鳥島の向かいにある西之浜はゴミが少なく綺麗な砂浜が広がっています。しかし、その防波堤の役割を果たしている鳥島には多くの海洋ゴミが流れ着いています。そんな無人島の清掃活動、より多くの高校生に参加してもらうため、103たちが考えたのが、私はボランティアがもともと好きだったんですけど、やっぱりみんなそうじゃないと思うので、やっぱりスポーツと絡めたりしたら、参加しよう、ついでにボランティアもしようみたいな、気軽に参加してもらえるんじゃないかなと思って。ゴミ拾いを楽しんでもらうためサップを取り入れたところ、自然と参加者が増え、今高校生の間でボランティアの輪が広がっているんです。友達が1個前のこのボランティアに参加していて楽しかったって聞いたので参加しました。なんかボランティアとかそういうの意識せずに、ちょっとサップって楽しそうだなと思ってきました。そんな高校生たちの取り組みは唐津市の補助金などで運営されていて、町の大人たちもサポートしています。このビーチクリーンって結構されてる方、地域の方でされてる方も結構おられるんですけども、なかなかあの島に無人島に行ってっていうのはなかなかないので、まあ、彼らがやってくれてるところはだいぶこの先にもこの町の財産を守るっていう行為につながってるかなと思うので、すごくいいプロジェクトだなと思ってます。木材もいっぱい落ちてる、ね、え、それ乗っけんの？いや、頑張りますよね。あ、いけるいける、頑張れサップ。なんか他のとこに流れたら嫌なんで持って帰っときたいですね。この日は合計15人の高校生が清掃活動に参加、10袋分のゴミを回収しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今日は？やっぱり安心したっていうのが一番大きくて、なんかずっと受け入れられるか不安なところもあったので、楽しいとか言ってくれて、またやりたいとかいう声も聞こえたので、でも嬉しいです。今西の浜とか鳥島をメインでやってるんですけど、あと街中のゴミ拾いだとか、ハイキングをしながら山をゴミ拾いにしたりとか、いろんな場所を変えたりスポーツを変えたりして広げていきたいと思ってます。